グリーンホテル、別名シャフターホテルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州シャフターのジェームズストリート530番地に位置する歴史的建造物。このホテルは、1913年に、官軍土地会社が、シャフターの町の建設予定地に、土地の下見に来た購入予定者たちを宿泊させる施設とした建てたものである。この建物は、 シャフターの町の建設予定地に最初に建てられた建築であり、シャフターにおける最初の商業施設でもあった。加工式構造の木造建築であるこのホテルには、張り出したひさしがついた切り妻屋根の屋根裏の正面側には、パンラーディオ風窓を模した通気口が開けられており、建物の正面には外気に開かれたポーチが設けられた。ホテルの正式な名称は、 シャフターホテルであったが、森の木々に似た緑色に塗装されていたことから、グリーンホテルと通称されるようになった。ハーンドンとマリオンのヒッチコック兄弟が、1917年にこのホテルを勘入れ、1951年にハーンドンが死去するまで経営に当たった。この間、1938年には、ジェームズストリートに正面が向くように、建物の向きが90度回転させられた。 ハーンドンの死去後、マリオンはこの建物を住宅用の貸し屋としていたが、1961年に至ってシャフター氏に寄贈した。このホテルは1989年3月16日にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に加えられた。ありがとうございます。